大念仏寺は、大阪市平野区にある有数念仏宗の総本山の寺院。創建は、大寺2年とされ、日本最初の念仏道場である。本尊は十一尊天徳如来。十一尊天徳如来とは有数念仏宗特有の古庄で、阿弥陀如来と十五冊の絵像である。比叡山延暦寺の天台宗僧、両人が、大寺2年に、 呂場上皇の直眼により改装した。摂津国住吉郡平野省の領主である、平野殿、坂上荒野の指定内に建立した、有数念仏の道場の母代書、修学寺の別院が前身となっている。第六世、領臣が樹栄元年に亡くなると、大念仏寺の流派では、良い後継者に恵まれず、寺勢は振るわなくなった。それでも、有数念仏の教え自体は、 佐賀清漁寺、花園奉公合院、三寺造院などで盛んに修正られていた。元行元年、139年ぶりに第七世として、法名が月大念仏宗を再興すると、大和国体までらで行われていた、蓮供養をもとにした万部を練りを行い始める。元南元年、平野正大館の末吉真子座右衛門より寺地を寄進され、これまで寺地が一定していなかった。 大念仏寺がこれによって、現在地に同社を構えることとなった。慶安2年、天台衆寺院である京都大原来合院の山内寺院、常連会員の一員であり、有数後輩の一つであった大原南房が、大念仏寺は、大原南房の末寺であると言い出す事件が起きた。しかし、大念仏寺は、江戸幕府の寺社奉行に、大原南房を訴えると、漢文元年。 勝訴した。第43世、春空は王道を混流した。元禄年間には、第46世、第2が書道を再建するとともに、宝儀の用具を完備して、元禄16年大念仏宗の名称を有数念仏宗に改めた。以後、大念仏寺は有数念仏宗の本山として、現在に至っている。 境内地は24,000平方メートル30余りの道具があり、本堂は大阪府下最大の木造建築物である。海祖である両人商人が京都の大原で修行中、唱える念仏が美しすぎるために近くの滝の轟音がかき消されてしまうといったエピソードがある。現在でもその滝は音なしの滝として広く知られる。有通念仏宗の寺院。 男神との自宅などに、本尊を奉仕して、専属用を行い、家内安全、身体健護の祈祷をする本尊誤解罪が行われる。毎年5月1日から5日に行われる、万部お練り、は、大阪市指定向け民族文化財に指定されている。25人の菩薩が、シャバから、極楽浄土に練り歩き、絢爛豪華な来豪の世界を体現している。バス。 ありがとうございます。